それでは伊藤選手、改めて、対戦をぶち上げた経緯を教えていただければと思います。はい、今年大日本プロレス20周年ということで、10周年、10年前ですね。その時も自分チャンピオンで、10周年の大会では、バッドボーイ飛動と戦ったんですけども、その、挑戦者決定戦をやったのが、当時デスマッチをやっていた関本大輔、その、10年前できなかった戦いを20周年の今やりたいと思います。ぜひとも関本さん、稽古とデスマッチお願いします。はい、はい、伊藤隆二選手が、こうやって言うのであれば、私は、快く受けます。年齢的にも体力的にも、もう30半ばになるんで、ピークだと思います。ここで、まあ自分は伊藤隆二選手には、すぐ上の先輩という、特別な、まあ、思い入れというものが、あります。一緒に、16年間ですか、自分たちがデビューして16年ですかね、はい、16年間やってきた、自分なりに一生懸命やってきたつもりです。そこで、まあ、先日ベルトは落としてしまいましたが、伊藤さんがチャンピオンになり、自分が、まあ、チャンピオンではなくなってしまったんですけど、こういうふうに伊藤さんにチャンピオンからですね、そういうふうに言われましたので、その言葉を、直に、自分で受け止めて、伊藤さんのその言葉に、挑戦したいなと思います。はい、抵抗ですか？抵抗っていうのは何に対しての抵抗ですか？あ、蛍光灯のリングに入ることに対して。まあ別に、はい、僕と伊藤さんの中には、やっぱ16年間の、何でしょうね、ドラマがありますから、はい、うん、それは多分、まあ他の人には全くね理解できないことだと思うんですけど、はい、まあ喜びも悲しみも、16年間共にしてきたと思ってますんで、はい、まあこれはね別にそこで清算とかそういう意味じゃないですから、ただ伊藤さんがやろうよって言って分かりましたっていうだけの話なんで、はい、それだけの、ことです。はい、両国が終わって、まあ自分もベルトをね取られてね悔しいですけど、まあ悔しくてまた取り返したいですよ、チャンピオンになりたいですよ、また。だけどなんか一回ね自分の身を清めるという意味でね、もう一度一から、はい、出直すつもりで、はい、またね、伊藤さんとやってたね新弟子の時代をもう一度、うん、思い出すというか、まあ、原点回帰の気持ちで、頑張ります。はい、デスマッチというのはこれ1回きりというふうに我々は見てよろしいでしょうか？そうですね、はい、無理やりこっちの世界にまた大輔を引っ張り戻すつもりもないですし、ほぼほぼ自分のわがままで、今回対戦してもらうという感じで